こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。いや、なんか今日は蒸し暑かったね。今日は昼前からね、新潮社で取材を2時間半くらいですかね、やってまいりました。あとはいろいろこの前ね、いろんな、なんていうんですかね、この区の図書館、それからね、全国のそういう、図書館ですね、そういうところで、私の本がね置いてあって、借りる方がたくさんいらっしゃるという話をしましたんですけれども、あと大学の、図書館だろうね、大学でも多くの大学で何か置いていただいてるようですよね。北海道大学とかね、広島大学とか東北大学とか、それから筑波大学、それから京都大学、九州大学とか、他あとたくさんね、なんかいろんなところで、なんか扱っていただいているようでございます。できるだけね、これはなんていうのかな、やっぱり当時ね、私もひたすら本当にもうね、ひたすら無我夢中で突っ走ってきたわけですけれども、やっぱりなんていうのかな、こう振り返ってみるとね、なんかね、一つのことを実現するために諦めずに、本当に諦めずにやってきたっていう、これはある意味でね、ビジネスに一番大事なことですね。やっぱりね、ビジネスっていうのはね、やっぱりお互いのね、この自分のところと相手のところとか、そういうところとね、一緒にやるわけだから、やっぱり立場によってね、こう価値観が違うからね、例えば売る方と買う方だったら、売る方は高く売りたいし、買う方は安く買いたいしっていうね、だからね、そういう中で どういうところでね、落としどころをつけるかっていうのは、やっぱりこだわっていかないとね、いや、お宅のは高いからダメですよ、ああそうですか、分かりましたじゃね、これはもう何事も始まらないからね。だからやっぱり何度もやってね、行かなくちゃなんないんだけど、やっぱりそこで一番大事なのはやっぱり信頼関係だね。やっぱり単にね、やっぱり自分のところのね、品物を売りたいから、しつこく売りたい、買ってくださいますかってさ、いくら売ってもさ、それだけではね、成立しないから、やっぱりそこで人と人とのね、この心が通い合うっていうんですかね、そういうのがこうね、構築できれば、その延長線でビジネスはね、実現するわけですよね。だからなんかね、やっぱり多くのビジネスマン、やっぱりこういう時代だからこそね、なんか大事なのかなっていう、こういう一つの情熱とこだわりっていうんですかね。だから私はね、自分で書いて、自分のことをね、偉そうに言うつもりは全くないですけれども、ただやっぱりこうひたすらね、いろんな邪念にとらわれないで、ひたすらね、目的に向かってやってきたっていうことはね、それは確かでございますので、なんかね、こういう一つの向き合い方っていうのかな、これはね、どの時代も多分大事なことでしょうし、なおかつね、こういう今の時代は非常にこう分散型のね、情報型の時代になってきちゃってるから、やっぱりこうね、目的意識を持ってどんどんそこにこう、信頼関係を、作り上げて進んでいくっていうのは、一番ね、やっぱり今大事なことじゃないですかね。そんなことで、これからもですね、なんとか、いろいろと、この本が本当にね、いろんな方に読んでいただけるように、そうなっていけばいいなと思って、私自身も頑張っていきますので、一つ、サポートよろしくお願いいたします。ありがとうございます。